遅かったじゃないか。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた。ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか。痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けと共に攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。酒井様、杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。あなた様のご分をお祈りしております。あそこの神社、もう子供に壊されてしまった。奴らが対馬に。ジン、雅子殿、おいでくださるとは。しかる時に参ると申したであろう。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し、二人の息子を奪い負ったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。いよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ賢治。あれじゃ猛虎に勝てそうもない。なら何を嫌ってるんだ。琵琶法師が聞かせてくれた鎧の話知ってるよな。あの百姓の話。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたや。施にしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。
いいや、俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう。社会皆の者、ブルーンをいざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。全てなで切りにしろ。死ねるか！
うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちは大門を攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。皆声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、酒井様に続けろだ。クロードに続け。屋根に登らねば。敵陣を見渡し、ハーンの居所を探り。大将！我说大将！大将！
の櫓を登れば敵陣を見渡せよ。내게 못 있어. 야선배. 역대 목검 주대.
くだらなかったからな。和平にも応じず、己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。対馬の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。己では我には勝てぬ。
対馬の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。対馬の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。己はすでに過去の男だ。対馬の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。己はすでに過去の男だ。対馬の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。すぐに忘れ去られるであろうよ。対馬の民の無念思い知れ。敵討ちとはわらべのような浅はかさだ。我はここで死す定めにあらず。この程度か。それはすでに敗れたであろう。こたびは勝てるとでも。
Samurai!
切り伏せろ。Thank you.
うさせんぞ。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば、まことの平和は戻らん。猛虎が去ったら、どうなるんだ？また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。お主はまことの勇士で、まことの友だ。野党だけどね。それは過去だ。明日の己はお主が決めろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か？あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちるしんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。タカを思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。そうではない。俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。我らの勇士
し疲れた。クロードが刃を交えるのは聖者だけだ。哀れな王者も相手にすればならない。昨日はどこ行ってた？気持ちを入れ替えられるところ。鳥を見て。Yeah!